ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が、ゼロ番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。現在も倒壊したハイウェイでは、シンラ軍によって捜索が進められています。私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。クラウド、この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？私の記憶では5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。ライフストリーム。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。あれはセフィロスの、言ってみれば分身。追えばセフィロス本人にたどり着く。俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。こいつも自然の力っていうぞ。起こしてしまったようだ。私はターグス期待の新人イリーナ。なめるなよっと。かつて怪物がいた。その怪物は人の心を読み、姿を変えた。恐れる顔、愛する顔を見せて人を動かしたという。リユニオン。僕のパパを、僕の村のみんなを。ティファは俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ。